キャラワンはイングランド出身のプログレッシブロックバンドワイルドフラワーズをしそとし同じ枝分かれしたソフトマシーンと共にカンタベリーミュージックの礎を築いたグループとして知られる1960年代カンタベリーで活動していたロックバンドワイルドフラワーズを母体とする先に同バンドを脱退していたメンバーがソフトマシーンを結成したのに続いて 残留した中心メンバーが、ワイルドフラワーズ解散後の1968年に結成した。当バンドは、ロックとジャズの融合を目指し、様々な手法による作品を世に送り出してきた。スータのプログレッシブロックバンドの中で、キャメルと並んで、ジョ派の音楽で人気を博した。セールス面では大きな成功を得ることはできなかったが、 実力を兼ね備えたサウンドを武器に1970年代以来を中心に活躍した。同年代後半からはニューウェーブのムーブメントが到来し他のプログレゼーと同様にポップなサウンドにシフトチェンジ。そして行き詰まっていったバンドは1978年に解散する。1980年になって再始動し以降断続的に活動。 これまで数多くのオリジナルアルバムやライブアルバムを発表している。2002年に初来日。2005年にも来日公演を開催した。2013年、結成メンバーのリチャード・コフランが死去。これにより在籍する創設メンバーはパイ・ヘイスティングスだけとなっている。2019年、デビュー50周年を記念した日本公演開催を発表。ありがとうございます。